ミス防災アリーナは、茨城県上須市、上須中央公園内の防災拠点として位置づけられた多目的施設である。キャッチフレーズは、もしもの時も、いつものところへ。2011年、ホタテカズオ市長の下で計画開始。2016年秋に巨額事業の見直しを求める署名運動が始まり、住民投票請求がなされる中、2017年5月、 着工。2017年10月1日、カミス中央公園防災アリーナの規模見直しを問う住民投票が実施され、見直し賛成が反対を上回った。10月6日、ホタテ市長は計画通りの建設継続を表明した。2017年11月19日、カミス市長選挙で規模見直しを公約に掲げた石田進が当選。 2018年3月15日、石田市長は、進行中の工事を中止して見直した場合の、損失額が大きいとして、規模見直し断念を表明した。PFI 方式で事業化されたもので、建設費と15年間の運営費との合計契約金額は、税込み17 171億5425万3381円。東京アスレティッククラブが、 館内施設運営にあたる。2019年6月、開業。2019年9月、令和元年暴走半島台風襲来で、ガラスが割れるなどの被害があった。この時、隣の鹿島市にある、鹿島学園高等学校の寮生約300人を受け入れる一方、上栖市民には避難所として知らされなかった。2019年10月2日、 大面積のガラスなどに管理上の懸念はあるものの、防災施設ながら、軽快で美しいものに仕上がっているとして、2019年度、グッドデザイン賞を受賞した。2019年10月11日、令和元年東日本台風襲来時には、前月の反省を踏まえ施設の一部を避難所として開放。しかし開放箇所が、観客席だったため避難者が横になって休めないと、 準備や運用について、再び批判が集まった。ありがとうございます。